ここだけの話ですけど手術する前の一番痛い時だったんですよこんにちはどうもよろしくお願いしますいやいやアコさん,んよろしくお願いいたします,和田です手術の後も順調ということでねはい。 はい、まだもうちょっと腫れてるんですけどね右膝が腫れてるから本当はこのパンツ入るかどうかううどのくらいまで回復してるんでしょうかお医者様とリハビリの先生は驚異的,的な回復力って言ってくださってますけど膝と股関節痛めた時にもうホールコンサートはこれは無理だなっていう年齢を感じたことはないんですけど声の体力っていうのもあって。 それを感じたもんですからかっこいいまま終わりたいなってホールツアーは。